事故機の航跡コガリムアビア9268便、またはメトロジェット9268便は、ロシアの航空会社コガリムアビアが運航していた国際旅客チャーター便。2015年10月31日、同便はシャルムエルシェイク国際空港を離陸して、プルコボ空港に向かっていたところ、6時13分へに市内半島北部に墜落した。 事故機には乗客217人、乗員7人が登場しており、うち4人はウクライナ人、1人はベラルーシ人であった。これにより乗客乗員224人全員が死亡し、ロシア及びエジプトの航空史上最悪の出来事となった。また、この事件はエアバス A320 ファミリーの事故においても最悪のものとなった。事故機事故機は、 きとし18年のエアバス A321 から231で製造番号は663、機体記号は AH であった。1997年5月に海音符としてミドルイースト航空に納入され2003年まで同社で運用された。その後2011年10月までは TCOA としてオヌールエアとサウジアラビア航空で運用された。 2012年4月には、コガリムアビアが購入して、A、AH となり、同年5月より運用者が、メトロジェットとなった。エンジンは、イヤエ i c v 2 5 3 3を2機搭載し、座席数は220席であった。墜落時、同期は、ダブリンを拠点とするエアキャップが保有し、そこからリースされていた。事故機の飛行時間は5万6千時間、飛行回数は、 約2万1000回であった。2001年11月16日、ミドルイースト航空で運用中に、カイロ国際空港へ着陸する際に、尻持事故を起こし、修理の後2002年に運用に復帰した。9268便には乗客217人、乗員7人が搭乗していた。ロシア大使館によると、乗客のほとんどはロシア人であり、半数以上は女性であった。 また、ウクライナ人4人とベラルーシ人1人も登場していたほか、依然その他3人の乗客の国籍が不明である。乗客の多くは、休日を、航海のリゾートで過ごし、ロシアへ帰国する観光客であった。ロシアツアーオペレーター協会は9268便の乗客名簿を公表した。コガリムアビアによると、機長の飛行時間は12000時間以上であり、事故機と、 同形式機による飛行時間は3800時間であった。墜落直後、アイッセルの参加のイスラム国市内州が市内の反乱が起きた地域で発生した本件について同組織が航空機を墜落させたと主張したが、エジプト当局は撃墜や爆破された兆候はないと述べた。アイッセルはツイッター及びビデオ、組織の指導者、アブオサマ・アルマスーリの名で発表した声明において、 その組織が航空機を墜落させたと主張した。この犯行声明は信憑性に乏しいとされていた。さらに、前述した通り、事故機はミドルイースト航空での運用中に尻餅事故を起こした経歴があったことと、また、出発前に副操縦士が家族に電話していた内容から、副操縦士の遺族は機体に何らかの不備があった、可能性を主張していた。11月8日、 ロイターは、コックピットボイスレコーダーに記録された音声の最後の、数秒間の初期解析結果からジェット機は爆弾により、墜落したと90%確信しているという、あるエジプト人調査官の発言を匿名で引用した。一方で、主任調査官のアイマン・アルム・カッダムはジェット燃料の、爆発や、機体の金属疲労、リチウム電池の加熱など、その他の要因も考えられると述べた。 このような機体の故障が原因であるとする報道もあった。運航会社は機体故障や人的ミスではなく外部的要因であると主張していた。その後の調査により機内で爆発が起きたテロ事件の疑いが濃厚となっていた。2015年11月17日にロシア大統領ウラジーミル・プーチンはこの墜落をテロ攻撃によるものと断定した。エジプト当局は テロの可能性について、当初は否定的な見解を示していたが、2016年2月24日に、獅子大統領が本件についてテロとして言及した。なお、この事件が原因で、コガリム・アビアは事件の翌月に運行停止となった。7K9268 や KGL9268 とも記載。7K は IATA 航空会社コード。 KGL は ICAO 航空会社コード、メトロジェットのブランド名で運行。それまで、ロシアソ連史上最悪の航空事故は、ウズベクソビエット社会主義共和国で発生した、アエロフロート航空7425便、墜落事故であり、エジプト史上最悪の航空事故は、フラッシュ航空604便墜落事故であった。ありがとうございます。